柴犬の双葉は何にでも好奇心旺盛な5歳のメスです犬の訓練士と一緒に警察犬を目指して日々訓練を重ねてきました先月の審査会で双葉は訓練の成果を十分に発揮これまで成功したことのなかった課題もクリアしました柴犬の双葉は来月1日の移植式で正式に岡山県警の嘱託警察犬となりおよそ1年間遭難者の捜索などに当たります